こんにちは、プロ棋士の柳沢です。基本爪がマスター。今回の問題はこちらです。白線、行きです。この問題も重要な基本が関係していますので、しっかり取り組んでいきましょう。これは正解となる手筋を知らなければおそらく迷路に入ってしまうと思いますので、もうすぐ答えを見ても OK ですし、動画を止めるなどしてじっくり考えてから先に進んでいただいても OK です。それでは正解発表です。正解はこちらに次です。この形は一見、ここに 黒に置きを打たれて危ないと思ってしまう方も多いと思います。これで白が取ってしまいますと、まあ、これ取ってもね掛け目ですから黒にこう打たれて、これで死んでしまっていますね。しかし、これはここでこちらから打つ手があるんですね。ここに打ったことによって黒はここに打てませんね。ここについても3つで取られたらこれ、えー、まずいですから、黒としては、まあ、やれることとしてはこれを取るということですよね。そうすると、 まあ白はここには打てませんね。ここに打とうとするとこれ自分が当たりなので打てませんが、こうやる手がありますね。こう打っておいて、やはり黒ここにツげないということになっていますので、まあ最終的にね、このようになりまして、えー、完璧な2眼で行きとなります。この形ですね。ここでこう打ってここにツげないという、この基本形はですね、本当にいろんな詰めがでよく出てきますので、えー、これはしっかり押さえていきましょう。 ちなみにこの時にですね、黒が今ここに来ると言ったんですけれども、ここで単に取ってきたらどうかということなんですが、ここでこう押さえちゃうと危ないですね。こうやるとここに打たれて、まああるいはここでもいいんですけど、まあこれでも繋いでも取っても、こう打たれてね、まあここ欠け目ですからね、これ取ってもどこまで引いてもこれ欠け目にしかなりませんので、これは死んでしまうんですね。ですけれども、白はこれに対してはここに凹んで目を作るというのがいいですね。これで生きています。 それでは正解以外の手を検証していきましょう。え、これはまあ、こちら反対側に繋ぐのは、これ今度こそこの置きがもう急所の一撃で、これは白は死んでしまっていますね。じゃあその急所に、このように打ったらどうかということなんですけれども、これはまあ確かに眼鏡の急所ではあるんですが、この場合それ以上にですね、ここのダメ詰まりの方が切羽詰まってますよね。ここに打たれちゃうと、両辺りですよね。 この白かこの白かどっちかが絶対取られてしまう形ですので、まあどっちを取られてももうこれ壊滅状態ですね。はい、こっちを取ってこっちを抜かれても、もうこれ、もう完全に破壊されているということになっていますね。あるいは反対側にかけ継ぎというのも、これ切りから、こう逃げられて,いって、これで目はないですね。一眼しかないですね。あとはこの鳥は、これはまあ、 な置かれても死んでいますしあるいはこう切って下がられてもこれでも死んでいますね。ということで改めまして正解はこちらに次ということですね。そしてを打たれたれららというのが大事でしたね。まあ、この問題はもうねこの3手目のこれに気づけるかどうかこれであの黒が繋がれないということに気づけるかどうかこの形に慣れ親しんでいるかどうかということにつきますね。 まあ繰り返しになりますけれども、本当にこれ重要な爪め子の基本形です。ということで、今回は以上です。いかがでしたかできたよとか、難しかったですなど、皆さんの取り組んだ成果をですね、ぜひコメント欄に書き込んでいただけると嬉しいです。ご質問もお待ちしております。そして、この動画が良かったら、いいねボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。合わせて、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。